演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はベーコンと逆切り野菜のサルサドーナツを食べたいと思います。ドーナツといってもこの形状カレーパン系のドーナツですね。ファミリーマートのパンはサンドイッチは食べたことあります。食べたことありますけど、こういうのは久しぶりな気がしますね。ではまずは5体目で、中身はちょっと潰れちゃってますけど、こんな感じになってますね。ではいただきます。やっぱりカレーパン系のドーナツで、外側はしっかりとパン粉がついていましたね。で、中のサルサソースは確かにざく切り野菜も入っているんですが、そんなに野菜が強調してくるわけではなく、サルサソースもそこまで強烈ではなく、ほんのり辛み、トマトの酸味があるような感じですね。ただもうちょっと主張してもよかったかなと思える部分がありますので、こちらの点数をさせていただきます。もうちょっと容量入ってたらよかったんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編。こちら、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。